9月上旬、蒸し暑い夜、10日最初に出かけました。最高気温が30度を超えたこの日、10日にはたくさんの昆虫たちが集まっていました。アリの結婚飛行も行われていたようで、画面は黄色シリアゲアリですね。大きな女王アリの腹部にたくさんのオスアリがたかっています。暗い森の中に立つ街灯の足元にはたくさんのアリたちが飛来していました。黄色シリアゲアリに小さい黒いのは何かのオスアリですね。こちらには、少し大きめの黒いアリが飛来していました。チクシトゲアリです。このアリも、黄色シリアゲアリたちと同じような時期に結婚飛行を行います。こちらでは、また別の種類のアリが、おそらくこれ羽を落とそうとしてますね。どうやらケアリの仲間の女王のようですね。そして、このアリは今回の主役のアリ、黄色ケアリです。黄色ケアリは、少し小柄なケアリの仲間で、この時期に結婚飛行を行います。足を羽に引っ掛けて、羽を落とそうとしていますね。この行動をしているということは結婚飛行を終えて交尾を済ませたということですね。羽を落とした女王は、自らが巣を立ち上げる場所を探して、再び歩き回ることになります。ですがなかなか羽が取れないようですね。この日は別の場所で羽を落とした女王を見つけ、2匹採集することができました。黄色ケアリがどんなアリなのか簡単に見ていきましょう。こちらは、過去に観察した黄色ケアリの大きなコロニーの様子です。大コロニーのようだったので、新女王の眉などがたくさん見えますね。黄色ケアリはワーカーの大きさが、2mm から 3.5mm 程度の小型のケアリです。名前が示す通り、体の色が黄色い色をしているのが特徴ですね。平野部から山地に生息をしていて、草地や林縁部の石の下や土の中などに、巣を作る土中営巣性のアリです。それではこの黄色ケアリの飼育を開始したいと思います。今回採集した黄色ケアリの新女王2匹は、このように、試験管でまずは管理をすることにしました。小さなアリなので、このように小型の試験管でも、十分に管理をすることができます。また黄色ケアリは、多女王性のコロニーが、存在するようなんですけれども、今回は、女王単独で管理をするという形で、試験管2本に、分けることにしました。また、先ほどお話ししたように、黄色ケアリは土中営巣性のアリなので、将来的には石膏巣などの、加湿した環境での飼育が必要になるかなと考えています。9月13日、結婚飛行からは約1週間が経ちました。まず、こちらが採集してきた黄色ケアリの新女王です。フォルムは、やっぱりケアリの女王という感じですね。ただ少し大きさがですね、他のケアリよりは小さくて、この女王ですと8ミリ弱ぐらいの体長になります。まあ、ケアリの仲間でいうとトビ色ケアリなどは、まあ、8ミリとか9ミリぐらいあったりするので、やはり見た感じの大きさはだいぶ小さい感じですね。それからワーカーがですね、黄色い色をしているというのがこの黄色ケアリの特徴なんですけれども、女王に関しては黄色まではいかず、薄い褐色の色をしています。
まあ、女王とワーカーで色が違うというのは、多くのアリの種類でよくあることなんですけれども、まあ、黄色系アリはこんな感じの色です。それから女王の向こう側に、見えるでしょうか。すでに卵が、7、8個ぐらいですかね、生まれています。結婚飛行からはまだ1週間ぐらいなので、結構早いペースではないでしょうか。10月4日、結婚飛行からは約1ヶ月が経ちました。新女王は、引き続き元気そうですね。そして卵の数、明らかに増えました。おそらく20個弱ぐらいはあるでしょうか。10月にかけてまた暖かい日が増えたというのもあるので、もしかしたら産卵のペースなども促進されたのかもしれません。また、この場面を見ると、今女王が、離れた後にですね、これ右下の方に、卵塊の、右下に紛れてですね、幼虫が確認できます。今ちょっと動いているので、見えるでしょうか。幼虫も孵化しているようですね。この点もすごく順調です。また、こちらはもう一匹の女王の方ですけれども、やはり女王の下に、幼虫がいますね。こちらの方が幼虫は大きく育っているように見えます。どちらも、結婚飛行から1ヶ月後の様子なので、大体それぐらいの、スパンでですね、幼虫が孵化するのかもしれません。こちらの女王のもとにも、卵が10個以上あるようですね。どちらの女王も順調に、経過しているのではないかと思います。10月8日、先ほどの映像からは4日が経過しました。この4日間で幼虫がまた増えてますね。結構自ら動いているので見やすいですね。5匹ぐらい幼虫がいるでしょうか。また、こちら別の女王の方ですね。こちらも明らかに幼虫が増えてますね。4日前の時点だと、幼虫が、1匹2匹ぐらいの感じだったんですけども、今見ると、5匹6匹と、幼虫が増えていっているので、やはり結婚飛行を終えてから1ヶ月後ぐらいっていうのがだいたい幼虫が孵化するタイミングなんだなっていうのが、推測できますよね。で、結構成長も早そうですね。一気に卵の大きさからぐっとまたサイズアップしているような感じに見えますね。10月12日、さらに4日が経ちました。幼虫たちのサイズが少し大きくなっているように見えますね。幼虫たちが生育するスピードが結構速いなと感じていて、黄色ケアリの初期ワーカーがおそらく、2ミリぐらいになるかと思うんですが、そこから考えてもこの幼虫のサイズはすで、に最大のサイズに達しているものと思われます。なので、おそらくもう間もなくマヨになるのではないかと思います。10月15日、黄色ケアリの試験管の中を覗いてみると、やはり眉ができていました。結婚飛行からは1ヶ月と10日ぐらいなので、結構早いんじゃないかなという印象ですね。幼虫が孵化してからも、だいたい2週間ぐらいなので、やっぱりなんか早い印象ですね。また時期的なことを言うと、10月の中旬ということで、もう間もなくすると越冬の時期を迎えると思うんですけれども、眉の状態まで進んだということは越冬前にワーカーが生まれるということですね。もう一匹の女王のもとでも、手前側に眉が2つ見えますね。この2匹の女王、本当に同じようなペースで生育が進んでいる感じですよね。
どちらも眉が出来上がったということで、次はワーカーがいつ頃誕生するのかっていうのが、気になるところですよね。今は待つしかありません。2匹の女王たちにはこのまま頑張ってもらいましょう。11月1日、結婚飛行からは間もなく2ヶ月が経とうとしています。また、マユが誕生してからは2週間少々が経過しました。ですがワーカーの誕生はまだですね。マユが生まれるまで結構順調に来ていたので、ワーカー誕生も早いかと思ったんですが、ここは少し時間がかかっているようです。ですが、眉に少し変化が見られます。少しシワが入っていますね。そして、眉のちょうど頂点の部分に少し黒ずんだシミが見えます。これは中で、サナギが排泄をした後になります。これが確認できると間もなくワーカーが誕生するかなという、一つの目安になります。また、この時点で一つ小さな問題が発生しました。こちらの試験管なんですけれども、脱脂面の左側、水が詰めてあった部分なんですが、見ると、水がなくなってしまっています。小さな試験管を使ったので思いのほか、水が減るのが早かったようですね。このままだと乾燥が進んでアリにとってあまり良くない環境になってしまうので急遽新しい飼育巣を用意することにしました。こちらですね、丸型の石膏巣になります。本来であればワーカーが生まれてから引っ越しをさせようかと思っていたんですが、ちょっと急遽前倒しですね。一つ、細工がしてあって、真ん中の四角い仕切りで囲まれた部分には、水がいかないようになっています。周りの石膏にはこちらの側面に開いた穴から給水が可能で、湿った石膏面と乾燥した石膏面を、2つ用意することができます。アリは好みに合わせて自分の居場所を選ぶことができるという仕組みですね。では、これを2つ、用意しまして、それぞれの女王の、入った試験管にこれをつなぎたいと思います。特にこちらの試験管の方は水が、完全になくなってしまっているので、早めにこちらの石膏巣の方に移動してくれたらなというところですね。もうこうチューブで、ぴったりと接続できるぐらいなので、とても小さい試験管なんですよね。なのでおそらく水が抜けるのが早かったんじゃないかなと思います。でもう一つも、同じようなサイズなんですが、少し水が入っている部分が大きかったので、だいぶ減ってますが、まだこちらは水はなくなってはいない状態ですね。ただせっかくなので同じタイミングで引っ越しを流すことにしました。さて、新女王は気に入ってくれるでしょうか。11月3日、新しい石膏巣を接続してから2日後ですね、早速引っ越しが行われたようです。こちらの女王は、水がなくなっていた試験管の方の女王なんですが、すぐに引っ越ししましたね。ちなみにもう1匹の、試験管の方にまだ水が残っていた方は、まだ引っ越しをしていません。やはり水がなくなっていた方は少し切迫していたようですね。女王たちの様子はどうでしょうか。やっぱり、まだワーカーは誕生してませんね。眉の状態でまだ止まっています。ただ、乾燥の危険から回避できたということと、新しい飼育巣で、とりあえず落ち着いて、くれているように見えるので、その点は良かったかなと思います。あとは引き続き、様子を見守っていきたいと思います。11月7日、新しい石膏巣にも馴染んだ、黄色ケアリの様子を見ていきましょう。
ちょうど時期としては、結婚飛行から2ヶ月が経ったという、状態です。元気な女王と、そしてその奥、ついにワーカー生まれましたね。黄色ケアリの初ワーカーの誕生です。結構長かったですね。眉ができてからは3週間ぐらい、経過したので、待ってる気持ちとしては結構長かったなという印象です。で、この映像をですね、撮影する数時間前まではあのワーカーが生まれていなかったので、本当に羽化したばかりのワーカーということになります。もともと黄色い色をしたアリなんですが、羽化した直後ということで、黄色というよりはもうあの白い感じのワーカーですね。そしてよく見ると小さな目が確認できます。黄色キャリの仲間あまり目が大きくないんですが、体が白いのでギリギリこう点のような目が見えますね。つぶらな瞳です。この記念すべき初ワーカーですが、体長は約2ミリほどでした。黄色キャリとしてはもちろん最小サイズの、大きさということになりますね。そしてあの黄色ケアリのワーカーのサイズとしては、大きなものだと3ミリを超えるような大きさになってくるので、結構初期ワーカーとのギャップはかなり大きいんじゃないかなと思います。また、いつの日か、そういったワーカーが生まれたらいいなと思います。また、それに続くように、眉もいくつかできてますね。それからさらに産卵も確認できます。結構多産のようですね。幼虫たちもまだ越冬の、状態に入っていないように見えるので、もうちょっと成長が続くのかなと思います。ということで今回は一から育てる黄色ケアリということで、新女王の採集から約2ヶ月の様子をお届けしました。結婚飛行のあと、1週間ぐらいの間に産卵があって、1ヶ月後には幼虫たちが孵化しました。1ヶ月と10日ぐらい、で、眉ができて、2ヶ月少々の時点でワーカーが生まれるという流れでしたね。眉ができるまでは結構早かった印象ですが、そこからワーカーが羽化するまでは、3週間程度かかって、気持ち的には結構なんか待ったなという印象でした。また、途中ですね、試験管室の中の、水が思いのほか早めになくなってしまうというちょっとしたアクシデントがあって、ワーカーが生まれる前に早めに引っ越しを行いました。引っ越しをさせた飼育室自体はもともと想定していた石膏巣を、利用したんですけれども、ここからまたコロニーが、拡大していく際にですね、こういった石膏巣との相性も見れたらいいかなと考えています。ひとまず、ワーカーが誕生するところまで、こぎつけることができたので、またこの冬を越えてまた春に向けて、この黄色ケアリたちの成長を見守っていきたいなと思っております。では、今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。